皆さん、こんばんは、マーティン。ヤードミラクルボーイ、キングタケです。キングタケ、P リーグ内、JBC 全日本ナショナルチームメンバー、日本代表ですね。その、今井双葉選手、実は、無菌性骨髄膜で入院との告白したそうでございます。実は、去年の2月、Facebook です、ちょうど、はい。これね、37度か39度の熱があって、点滴1点もらう、打っても改善するが、すぐに倦怠感が襲った。これ、コロナ陽性かもしかして。ボーリング場にも会社にも行けず、食事も喉が通らない状況でございます。さらに頭痛、立ちくらみも多く、新型コロナウイルス PCR 検査で残念ながら陽性ではなく陰性を受け、国立病院、まあ無菌性骨膜炎、これ基礎疾患あったそうです。これはね、大変なもんでございますね。はい、まあ安藤ひとみさんは確かに摂食障害あったんですが、このアマチュアでのこういう病気は異例すぎますね。はい、確かジャパンオープン総合は5位でしたが、アマチュア上位席巻したため、まあまだまだですけどもね。はい、まあちゃんと体を治して復活できるよう応援してます。以上です。バイバイ。